ちゃん。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、パリーグなんですけれども、まあ、オリックスが今もう首位でもうこのまま優勝っていうふうに、まあまあ ね、ほぼなってきましたよね、はいはい、で、まあ、もちろんクライマックスシリーズをかけての A クラスへの戦いっていうのもあるんですけれども、一方で、まあ、例えば西武だったり日本ハムっていうのはもう厳しいとなって、もうないとなってきた中でも、一つでも順位をまあ、お互いのチームがこう上げてシーズンを終わらせようというふうな戦いが続いている中で、日本ハム、まあ、あの今現時点9月7日の午前の段階では、まあ、ちょっと 0.5 ゲーム差でまたちょっと最下位に落ちてしまったんですけれども、はい、まあ、でも5位に上がったりとか、うん、こう一生懸命こう来年に向けてのこの戦いを今やってるかなっていう。よう話すなお前いつ俺に振るのかなと思ったら、はい、それでそれからで、そんな中豊さん、あのどうですかどうですかじゃない、この前エスコン行った時にさヤンキーバッティングコーチとこう話をしてたんだ、はいはい、俺がね、うん、ガマッとなんか後ろからこう羽交い締めされたんだよ、はい、でかいやつだなと思って誰だと思って、うん、赤だったんだよ。ああでも気がつかなかったんだけど、誰だと思ったら、うん、パッと見たら新庄監督だった。新庄さんだったんですか。やっと話が聞けたよ。ようやくですか。いや、いつも来てくれてありがとうございますみたいな話から、はい、ちょっと一回話したかったよなって言ったら、うん、いや僕も話したかったですよみたいなことで、はいろいろ聞けた。でね、これ謎が解明されたというか、はい、やっぱもう宇宙人みたいな人だから、うんうんうん、でも深いよ、考えてることが。そうなんですか。深いし繊細。まず、うん、昨年優勝しないって言ったのは、うん、やっぱ狙いがあって、うん、選手個々の能力と好きなことをやりたかったし、うん、好きなことをやらせてみたかったっていうんだよね。あ、選手に。選手に。だから勝つということではなくて、はい、自分がどうやったら成長するのか、うん、どうやったら打てるようになるのか、守れるようになるのか、まあ、そういうことを考えさせるために別に勝たなくていいって言ってた。うんうん、はい、勝つ思考なんか持つことはない、うん、だから自由にやりなさい、はい、その代わりこっちも自由にこう当てはめながら選手の能力を把握する、うん、全選手使ったでしょ、はい、1軍も2軍も、うん、1軍に登録上げて1回は絶対使ってるんだよ、はい、だからそういう能力を見たと、うん、で今年、うん、優勝って言ったよねって、うん、豊さんっていきなり優勝は確かに難しいと、うん、でもそれは言いましたと、責任を持って、はい、でもそれはなぜ言ったかというと、今度は勝つという思考で野球を捉えてほしかったと。勝つにはどうしたらいいのかって、はい、去年とは違う、去年は勝たなくてもいい、うん、今年は勝つということに関してどうやったら勝てるんだということをみんなに問いかけた。あれ選手へのメッセージでもあったわけですね。もちろんもちろん。あ、いやだからみんなが成長しながら勝つにはどうしたらいいっていう、うん、勝つにはここはどうしたらいいんだ、うん、まだ発展途上だけどどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだ、こういう投げかけをしてるわけだから、今年は完全に優勝を狙う、はい、まあ、本当の気持ちっていうのは、うん、そういう思考にしたかったという、うん、勝てる思考にね、はい、それで、うん、ポジションなり打順なり変えるじゃない、うん、いろいろ。それそこです。それなんだと思う。いや分かる、いや全く分かんなかったです。なんでそうするのか。いいんだと、ミスしてもいい、うん、ね、ミスしたら私の責任だと、うん、でもこのポジションだったらここのポジションの気持ちが分かり、うん、思考が生まれると、はい、こっちになったらこっちの思考が生まれると、うん、そういうことを全て分かって野球をやってほしいと、うん、だからやらせると、うん、だから1番を打たせる、はい、2番を打たせる、うん、今度は逆に7番を打たせてみる。そしたらそこの考え方っていうのが全然変わるっていう、これは言って教えるよりもやらして教えた方がいいという、はい、それは豊さん固定にして戦えるんだったら、うん、それはそれに越したことないですよって、うん、いやだけど彼らにはもっと成長してほしいし、はい、そういう思考を持ってほしい、うん、だからね、あそこでやれる選手は幸せだよ。そうなんですね。いや、いろんなそんなことを考えさせてもらって、はい、失敗したら監督のせいって言うんだから、うん、あの実際にね、選手もおっしゃってましたからね。いやだから言っていいっていう、この前1・3塁で、はい、ね、
ダブルシールドのサインかけたんだって、はい、そしたら相手はピッチャー返しピッチャーにしか投げない、うん、それを見抜いたサードランナーが起点を利かして戻った、はい、それに対して怒ってる、うん、なんでサイン通りにいかないんだ、うん、なんでそこちゃんと忠実にできないんだ、うん、それ失敗したらいいって言ってるじゃん、うん、だからここら辺も深いなと思ったのは、はい、その起点聞いたことに関しては、うん、新庄監督もあそういう起点を聞かせれる選手だなって把握しながらも、うん、でもそういうところでサイン通りに動けないのかってこういう大事なところでって、うん、そういうことなんだよ。やっぱ指示は統一していかないと、はい、いいチームにならない、うん、それをやっぱり新庄監督が知ってる、うん、だからまだ発展途上だとこれは優勝を狙う一戦とか、はい、そういうところでよし起点聞いたなっていうふうに思うのはあるにしても、うん、今はそういうことじゃない。今やってほしいことは新庄監督が出した指示通りに動いてほしいっていうことなんだ、うん、だから怒ったらしい、はい、だからねいろいろ深いよ。あそうだったんですね、うん、だからいろんなポジションを経験させるいろんなポジションをかやらせる、うん、それはやっぱり狙いがあるんだよね、うん、だからそういう思考を持ってほしい。俺らはさ表面的に勝たなきゃいけないし、うん、勝ってほしいと思うから、はい、いやいやそこじゃないでしょって、うん、でも新庄監督はいやそれはもちろん勝つに越したことはない、はい、でも6対1で楽勝のムードになってきた、うん、いやここから1点差までの相手が追い上げてくれないかなって思うっていう、それはそういう厳しい試合をとにかく逃げ切るとか、はい、勝ち切るとかそういうことを もっと多く多く体現してほしい。いや、いわゆる緊張感の中での試合ってことですよね。そう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 。へー。いや、それで郡司はでもセカンドできると思いますかって言うからまあ俺セカンドだったからね、はい、いや、その郡司の守備力がどうかっていうのはそれは見てないからわからないけども、うん、新庄監督のいいところはまだ順位が決まってない、こうやって生きたところで思い切って使うから選手が成長するよねって、うん、よく分かってくれてますねってそれはもう理解者になってあげないとさうんうん、うんね、いやだから郡司のセカンドどうですかねって僕いいと思うんですけどねって、うん、やっぱりね何でもやらしてみるという、うん、やっぱ一歩踏む勇気があるねあの監督は。そうですね、うん、そういう意味では、まあ、今年優勝するって言ったけども、うん、それは簡単なことじゃないっていうのも分かってるし、うん、それと守るっていうことは思考にないよねって言ったら、うん、全くありませんってやっぱり攻めだけです、うん、でも俺が感じるのは攻めは最大の防御っていうことを彼がやっぱり一番知ってるな。気持ちを引くとか、うん、そういうことになった瞬間に隙が生まれるとかいうことはよく分かってる、ねうん、攻め続けるっていうことをやっぱ彼はするよこれからも、うんで引くっていうことはしない、うんうん、だからあこういう監督だったら選手は生き生きするなと思ったよね。そうですね、となるとやっぱり石の上にも3年じゃないですけど来年も続投してほしいっていうふうに。いやあのね、うんまあ、彼も言ってたけどもっと早くできるかなっていうような感じがあったんだって、うん、最初受け持った時に、はい、だけどあやっぱり宇多川さん3年もうちょっとかかりますかねってやっぱり理想になってくるのは、はいまあ、今年もいろんなことを試させて、うん、やらせて考えさせて、うん、だけどやっぱ3年、まあ、4年5年ぐらいはやっぱこうチームを本当に変えていって、うん、優勝できるようなチームに仕上げるのは、まあ、そのぐらいの時間かかりますかねとは言ってたよね。あやっぱり分かってらっしゃる。でもその FA でまた作ってるものが、うん出ていくかもかなって言ったら、うん、まあそれは私も FA で出ていった人間だし移籍をした人間だから、はい、それは応援してあげようと思うってまあだからここが広いでしょ寛大でしょ。そうなんだ。困らんかって言ったらいやそれはまた作ります作ればいい。いやだから自分がやってきたことに関して責任もしっかり持ってるし、はい、でそれを強要しないし、うん彼がやっぱ気づいてる途中に監督が来てもそれは継承できないよ。そうですね。それは何言われててもやっぱ新庄監督がドシッとしてるから、うん、何言われてもいいって、うん、だけど着実にチームは成長してるっていうふうに言ってくれたから、うん、
僕は何を言われてもいいんです、うん、全責任は私にあります、だから選手には思いっきりやるって言ってると、うん、それは実践してるよね、まあ、だからね、まあ、来年も再来年も、うん、まあ、やってほしいなと思うな。あ、いや、そうですか。いや、こういう発想を持ってチームを変えようとしてる人っていないから、うん、今日頑張れよって言ったら、いや楽しみますんで、今日はね勝つか負けるかはねもう決まってるんですよってそのぐらいだからいや、そのぐらいの発想だから、だからやっぱもう人生生まれた時からこうなるっていうのが決められてるっていうのを、うん、もうなんか悟ってる感じだよ新庄監督は悟ってる感じだから、すごく話をしてて楽しかったしね、うん、謎が解けてすっきりしたというか。そうですね、今年ね、本当なんで打順を固定しないんだろう、どうしてポジションをまた固定しないんだろうっていうのがずっと、ね、疑問に思われてたので、それが解決して意図があって、新庄監督のやりたいチームっていうのが出来上がるまで来年もそれはやった方がいいよ、うん、続投っていうのはファンも見たいですね。僕ね、伊坂さん育てるのが好きなんですよって、こうやってプレゼンだとか、はい、そういうこうプログラミングしていくのがチームが好きなんですよって、だから次の手をもう考えてるっていう。早っ。いやいや、どん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 やっぱこう考えていってると、うん、それはやっぱこう見とくと楽しいと思う。そうですよ、ね、まあでもね、やっぱり日本ハムは今日勝ったか負けたぐらいは忙しい時でもチェックするよね、うん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 、今日は誰が打ったのかなって、はい、やっぱ発展途上の人間が多いもんね。それを思い切ってやらせてるから、うん、まあ新庄監督好感持てるね。そうですね、4、5年はやってほしいな。いやいや、そしたらなんか勝負できるようなチームになるかなって。うん、確かにまだね、今本当志半ばでこれからっていう時なので、ここで新庄監督辞めてしまうとまたチームが、いや、これ継承できる人間はね、なかなかね、いないと思うよ。そうですよね。だとしたらなんか最後までやりきってっていう風になるのが一番ファンも納得いくし、やってる選手たちも、まあ、そうだね、うんって思いますよ、はいはい、だからなのでやっぱりもう来シーズンのことを見てるかもわからないですけど、来シーズンこそっていうのはありますね。まあ、だからまあいい話が聞けたよ、本当に。よかったですね。よかったよかった。うん、その日の解説は全然変わったもんね。その日の解説。やっぱりこう監督のこう考えがさ、すごく分かったから、あだからこうこうこうなんだって。だ今までその実況も、こうですよねって、いや、それは違うと。いや、監督はこういうふうに考えてると思うよって。言えますもんね。言えるから。なんかすごい一味も二味も増したような、あ、まあ、そうだ、その日の解説だったんですね。聞きたかったです、ね、はい。